しますな。大成建設過労死させるな。僕の一つ年上の男性が2016年4月に入社し、そして12月に新国立競技場建設の現場監督として働き始めました。そして今年の3月消息が分からなくなり、4月15日長野県で遺体が発見されました。残された遺書には、身も心も限界な私はこのような結果しか思い浮かびませんでした。家族、友人、会社の方、本当にすみませんでしたと書かれていたそうです。前月の残業時間は200時間を超えており、それ以前も長時間労働を強いられていました。200時間も残業させるな。200時間も残業させるな。建設現場で20年近く働いてきましたけど、この2年くらいのオリンピックのニュースを聞いてて、なんですか、デザインとかが変わったとか言ってて、それで工程が変わったりして、これは現場で働いてる現場監督がとても苦労するだろうなと思って、工事が遅れて、で現場監督とか増やさないと下手すれば死人が出るなと思ってたんですけども、私みたいなただの職人がそう思ってたんですから、村沢義行、お前はね、本当に分かってたでしょ、死ぬっていうのを。どうしてその対処をしなかったのか。長時間労働になるって、そしたら過労死が出るって分かってたはずですよね。なのにどうしてこの事件が起きるまで人員を増やしたり対応しなかったんでしょう。労働者の命を守れ。労働者の命を守れ。亡くなったのは23歳ってことで、僕22歳なんですけど、やっぱりすごくこう年が近くて、ちょっとなんか人事だと思えないっていうかっていうことで、やったっていうのが一つですね。でやっぱり自分の周りにも結構働いててパワハラ受けたとか、長時間労働とかで本当に、死にたいと思ってるとかっていう人いるんですよね、結構。でだから本当に人事じゃなくて、なんか自分のそばの出来事だなっていうふうに思ったのでやりました。あとやっぱりオリンピックっていう国家事業ですから、やっぱりそういう中で過労自殺が起こったっていうのは、やっぱりこの国の一員である僕らにも責任があるなっていうことで、やっぱりちゃんとこう今後起きないように、この過労自殺が起きないようにちゃんと監視しなくちゃいけないなっていうふうに思って今回企画しました。やっぱり基本的には下請けが悪いっていうことで、ちょっと人ごとな感じがあるんですけど、やっぱり基本的に納期を管理してたりするのは大成建設ですし、やっぱり大元の責任というのは大成建設が負ってると思うので、一言じゃなくてちゃんと当事者として人手を増やす方法であるとか、納期の管理であるとか、きっちり見直してほしいなというふうに思ってます。今は全然そういう態度を見られないという